はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛に対するヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今日はですね、浦和レッズとガンバ大阪の試合があったんですけど、まあ、僕は見には行けてないんですけど、こうやって試合の日は必ずこれを着るようにしてます。はい、まあ離れてますけど気持ちは戦ってるぞってとこですね。まあ、結果は 1-0 でなんとか勝てたんですけど、まあ、お互いですね、ちょっと成績が振るわない状況で、まあ、ナショナルダービーとは言われますけど、今シーズンはって感じなので、ちょっと一緒に頑張っていければなと思ってます。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日もですね、患者様のちょっとお悩みについてお答えをしていきます。はい、40代女性の方で、訪問介護のヘルパーをされている方ですね。でちょっとこの方ね、症状が結構現れるのでちょっと説明をしていくんですけど、20代後半から腰痛があって、お仕事としては、縫製工場かなと、ガソリンスタンドをお仕事を前はやってて、その後結婚して、帝王切開をされてるみたいです。2度ですね。で今はヘルパーのお仕事をされてるんですけど、出産後から朝の、起床時の背中の痛みとか腰の痛み、下肢全体のだるさですね。で起きて歩き出すと足首にも鈍い痛だるさを感じますってところですね。でこれに関しては下のですね、概要欄に、この筋肉が原因だよっていうのを貼ってますので、ちょっとそちらの方のストレッチしていただければと思います。はい、で、あとはですね、掃除機をかけたりとか拭き掃除でおむつ交換をして中腰の姿勢から、まあ、体を起こす時にも、鈍い痛みを感じますっていうのがあるみたいです。それも下の概要欄の方にですね、中腰の痛みに関して貼ってますので、そちらの方をご覧いただければと思います。で、ここですね、次、運転中は右の肩とか背中、まあ、肩甲骨周辺にですね、鈍い痛みだったりとかを感じますっていうのがありましたので、それについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思うんですけども、皆さんもですね、まあ、肩甲骨が痛いっていう経験あると思います。なんか肩甲骨のこの内側のところがね、重い痛いんですよとか、あるいはそこからですね、手のしびれに変わってくるんですよっていう方が非常に多いです。あるいは立っててもこうなんか、例えば台所でいろいろ作業してると、この背中が痛くなってくるっていう方がいらっしゃいます。はい、でこういった症状、どこに皆さん原因があると思いますか？はい、この症状は実はですね、脇の筋肉ですね。脇の筋肉、はい、広背筋って言われる筋肉が原因でその症状が出てる可能性っていうのが非常に高いです。で広背筋っていうのがじゃあどこにあるのかっていうと、はい、こちらですね。この筋肉はですね、骨盤ですね、骨盤のとこから腕のですね、ちょっと他の筋肉が映ってごめんなさい、内側ですね、腕の内側までついてる、まあ腰の筋肉と肩の筋肉ですね、肩の筋肉でもあります。はい、でこの筋肉が硬くなってきてしまうとですね、この肩甲骨のこの内側からですね、内側から後ろ側ですね、後ろ側の痛みだったりとか、しびれだったりとかですね、あとは痛だるさっていうのが出してしまうっていうのが特徴としてある筋肉ですね。はい、でこの方の場合はですね、運転中ですね、運転中にそういった症状が出るのと、あとは台所での作業かなで痛みが出て、肩甲骨に痛みが出てるってことなんですけど、まあ、運転中でじゃあどういう状態なのかっていうとですね、はい、まあ、こういう感じじゃないですか、運転中って。ちょっとごめんなさい。はい、こんな感じでしてると思うんですけど、この筋肉っていうのはですね、この筋肉っていうのは骨盤を反り腰の方ですね、反り腰で、なおかつ腕をですね、こっち腕を後ろに引く筋肉ですね、これが一番たわんでる状態です、この筋肉は。なんですけど、台所で作業をしてる、あ、ごめんなさい、運転中に肩甲骨が痛くなってくるってことは、骨盤はですね、さっきのこっちじゃなくてこっち、こっちの方に座ってることによって持っていかれますよね。でなおかつ前にこうやって出してる、この筋肉はこっちは緩むけど、こっちはずっと伸ばされた状態ですね。はい、
この状態でずっと運転をしているとですね、この筋肉がずっと引っ張られている状態ですね、引っ張られてしまって血流が悪くなってきます。そうするとこのさっきの肩甲骨の内側だったりとか、この後ろ側ですね、こういったところに痛みだったりとかしびれとかっていうのを出してしまうっていう特徴がありますので、まあ、ここをですねストレッチしてあげることで、そういった症状を軽減するケースっていうのはありますので、ぜひ一緒にやっていただければと思います。はい、でね、まずちょっとやってほしいんですけど、まずはね大胸筋って言われるここをねちょっとやっていきます。広背筋の前ですね。後で理由はお伝えします。で、皆さんにちょっとチェックしてほしいんですけど、まずこの大胸筋ですね、大胸筋っていうのはこの広背筋とつながってますので、ちょっとまず動き見てみてください。はい、まあ、こっちは行きにくいかな、こっちは行きにくいのかなっていうのを見てもらって、まあ、例えば仮にですね、僕だったら今こっちだったらこれくらいですね、これくらいなんですけど、この広背筋っていうのをこうガバッと触ってもらって、この状態でこうしてあげると可動域が増えるんですよ。はい、これと、はい、こっちの方が詰まる感じがあるんですよね。はい、っていうのが分かったら、まずですね、ここをこういうふうに持っていただいて、こっちの手はですね、この腰です、腰を軽く持っててください。で、この状態でここをしっかりと挟んだままですね、こういう感じで挟んだまま、挟んだまま揺らしてあげてください。その状態で深呼吸をしていきます。1、2、3っていう感じで、まあ、30秒ほどですね深呼吸をしていきます。そうするとこの大胸筋と広背筋っていうのはつながってますので、ここを揺らしてあげることによって広背筋がまず緩んでくるっていうのがあります。はい、30秒ですね。腰が痛い方とか立ててきつい方は座ってやってもらってもいいので、はい、まあ、30秒経ちましたとします。はい、それでね、さっきやってもらった回線動きしてあげると、はい、明らかにね回線の角度っていうのが増すんですよ。はい、っていう感じで広背筋ですねっていうのはこことつながっているので、ここを伸ばしつつここを揺らして、ここをさらに伸ばしていくってことを今からやっていこうかなというふうに思います。で、やり方なんですけど、例えば左肩ですね、左肩の方にこう重だるさが出る方は左を伸ばしていきます。で、まず正座をしていただいて、まず土下座をしてください。土下座で、土下座をしていただいたらですね、伸ばしたい方の手を真上に向けます。真上に向けます。真上に向けてもらったらですね、その状態で逆の手はさっきの大胸筋ですね、大胸筋を握ってもらいます。握ってもらいます。もう一回見せようかな。はい、ここね、ここガパッと握れるところがあるので、手のひらを上に向けながらガバッと握ります。で、あとは体重をね、体重をお尻側に、あ、ごめんなさい、かかと側に、ね、乗せるだけ、ここを伸ばすような感じですね。はい、で、この状態で30秒揺らしながらやっていきます。1、2、3、4、5ですね。で、これ注意点としては、手のひらが 上に向いてたのがだんだん下に向いてしまったりとかする方がいるので、それを気をつけてほしいのと、あとはですね、この揺らすのに必死でこう伸ばすのを忘れてしまっている方がいらっしゃいますので、忘れないように気をつけてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう感じで30秒ですね。はい、っていう風にやっていただくと、この広背筋っていうのが緩んで、肩甲骨の内側の痛みとか、まあ、この辺の痛みとかが取れてくるっていうのがありますので、まあ、運転中だったりとかですね、あとは台所で作業してると出てくる方っていうのは、今のケアっていうのをやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、今日の動画ためになったなっていう思った方はですね、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。あるいはですね、ここに私の顔マークあると思いますので、こういった内容を知りたい方はチャンネル登録していただいて、また見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。ちょっとね、遅い時間だったので声がちっちゃくて申し訳なかったです。はい、また次回の動画でお会いしましょう。今日は動画をご覧いただきありがとうございました。